はい、皆様お世話になっております。ベニヤの加藤です。いつもご覧になっていただきありがとうございます。本日は令和6年の1月、小袋製糖所、小袋道明釜様の業者開きがありましたので、そこから仕入れてきた作品のご紹介をいたします。今回ちょっと多めで、お願いしてたものがそれなりに入ってきたので多めになってます。2回に分けてお送りしようかと思います。よろしくお願いします。まず4寸の深鉢ですねの鶏缶になります。こちらですね、4寸深鉢、径が4寸になります。この形ですね、いいでしょうか。あと鶏缶ですね、鶏缶です。鶏缶ですね、はい。大体、事前にチェックするので多分大丈夫だと思います。こちら全部6点ございます。結構よく焼けてたので、その仕入れてまいりました。あと、まあ、小鉢のこの飴色というのは少なくなってきてたの、まあなかったのでですね、仕入れてきてます。まあチェックは事前にチェックしてるので、作品に問題は今回特になかったかなと思ってます。5点かな、いや6点のはずなんですけど、どっか行ったかな、はい。はい、5点ですね、5点ですね。それからはい、青の飛びですね。青の方はちょっと少なかったですね。はい。僕が業者開きで練り好みをして仕入れてくるのですいません。なかなか点数が揃わなくて申し訳ありませんですね。実は青ですね。青磁が2点と豆が5点、6点だったと思ったので、あとどっかで1点見つかるかもしれません。はい、白、あ、いや5点ですね、アメール5点ですね。白が6点になります。白は筆巻きがあるのとないのと3点ずつになります。これ白ですね。白でも筆巻きないでも白、ただの白になります。まあ、交代の方もいいです。今回はちょっと怪しいの以外は高台の方を見せるのも時間がかかってしまいますので、省略してまいります。もしお買い上げをいただく際に確認したいということがありましたら、おっしゃっていただけたらちゃんと写真なり動画なり撮ってお送りいたしますので、ご用意ください。はい、こちらはですね、筆巻き、今度後ろ筆巻きが黄色があるやつですね。若干これはね、ここがちょっと薬が溶けきれてないような雰囲気が、ニュアンスがあります。これも大丈夫なんで、なんか怪しいのがあればチェックしてほしいのがあれば言ってください。まあ、ここもそうですね、ちょっと若干、薬残りがあるかな、薬の玉みたいなのがあるから引き入れてないかなっていう気がしますけど、まあ、全体的によろしいかなと思って仕入れてきます。はい、はい、ね、はい、これは4寸小鉢になります。まあ、4寸小鉢点数減ってきてたのでちょうどいいかなと思ってます。はい、じゃあそれから6寸丼になります。6寸丼、6寸丼こちらですね。ジャンプです。はい。1、2、手前に。はい、6寸丼、ちょっと、デザインまちまちだと思います。はい、飛び交うのは白ですね。はい、外もこちらは、飛び交うながら形です。ね。まあ、これ、割と皆さん、お好きなタイプなのかなと思ったりはします。はい。これはもう一緒ですね。これも6寸丼です。
これとこれは同じですね。これも同じかな。はい、これも同じになりますね。六寸丼です。カンナと串の、波々があって、まあ、外も普通のカンナが入ってる感じですね。これ3つ。3点一緒です。はい、で次はですね、外赤の中、まあ無地ですね、の中はカンナですね。今度は串の並々がないやつですね。もう全面カンナになります、まあ、こちらもいいのかな、結構いいなと思って仕入れては来てますけど、いかがでしょうか、ね、よく焼けてます、よく焼けてます。よく焼けてます、はい、いいですね、はい、2種類 3つずつですね、焼けてます。よいしょ、はい、で6寸丼6点と、あと納豆鉢なんですね。私が最近こうお願いしてるのが納豆鉢が多いです。で納豆鉢のまず白飛びが10点白の飛びなんですね。この、納豆鉢、コクロスガマ様の納豆鉢、 この手ですね。このだいたい径が5寸になります。丼ともちょっと違ってちょっと広い感じですね。浅くて広い感じです。これが白10点あります。まあ10点、この白がオーソドックスなタイプですね。これがオーソドックスなタイプです。発注かけていただきましたら、また一点一点なんか怪しいところがありましたらですね、ご報告いたしますので、まず気になる方は先にお読みください。はい、まあ、これもなかなか数が揃わないので、もうこれから定期的に発注させていただくことにしてます。ですね、で白がもう5点、はい、こうですね、はい、この手ですね。まあこれは割といつも人気がありますので、店頭とかでも観光客のお客様の方いらっしゃった時には割とよく出るタイプです。まあ大きさ的にもデザイン的にも使いやすいのかなと思います。もう毎回売り切れたら次仕入れるまでずっとないやつ、まあ、当然そうなんですけど、売り切れたら、まあ、早めに売り切れる時もあるし、お客さんが少なければちょっと次の仕入れまで残る時もありますけど、この手ですね、はい、で少しこの方がちっちゃいですかね、ちっちゃいですね。で、見た感じこっちが普通の、こっちちょっと青っぽいんで還元がかかったのかな、どうかな、ですね、色味が少しだけ違いますね。それが二度焼きになったかどっちかですね。結構この白にしてはポポコさんの白にしてはコタかかるので、二度焼きの作品かもしれません。はい、納豆鉢の白でした。で今私がよくお願いするのが、納豆鉢、最初はですね、全面シングルとかだったんですけど、お客様のリクエストとかもありまして、外がシングル、今のやつですね、外がシングルで、中が普通の白のタイプを最近作っていただいてます。まあ、よくやってるんで、これは気になったらぜひご注文ください。このシングルのやつが今回20点、珍しく20点、まあ、前回ですねご注文いただいたんですけど、キャンセル待ち下にもかかわらず、仕入れていただけなかったとか、お買い上げいただけなかった方もありましたので、ちょっと多めに注文してみました。大体私が多めに注文するときって売れ残ったりするんで、皆様、興味がある
あります方はどうぞお気軽にかぜひともお買い上げください。はい、そうですね、中は白で外はシングルです。結構かっこいいのでどうでしょうか。これ5点ですね。これが全部で20点あります。はいね、この手です。まあ安定してます。しかもいいとこで焼いていただいているので焼けも非常にいいです。当店一押しでございます。はい、どんどんいきましょうかね。はい、で当店の方に、ご来店いただくいただいてくるお客様いらっしゃるんですけど、私がその事務所の奥で仕事をしてたりするとちょっと気づきませんので、まあお店のドアを叩いていただくとかですね、お電話いただくとかですね、すると私気づきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、本当に、非常にこのシングルのやつはいいとこで焼いていただいて、本当に焼けも素晴らしいので、ぜひとも皆さんに使っていただきたいなと思っています。はい、このですね、まあまあかっこいいです。まあなんていうんですかね、外は黒なので、せっかくのこの内飛びでちょっとこのデザインが今光の加減で目立ちますけど、こう机に置いた時はこう目立たなくなるのが少し残念かなっていうお話もいただくんですけど、その時はまあ白を、そういう方は白をおすすめいたします。これが15点目ですね。あと5点あります。はい、まあよく焼けてます。本当によく焼けてますので、ぜひともこちらは、手に取ってみてほしいなっていう作品ですね。はい、そうですね。少しここが、より梨地っぽくなってる作品も、ありますので、まあ、どちらがいいか気にされなければもう私も気にせず出しますし、梨地になっているのはあんまり好きじゃないのでという話があれば、そのようにおっしゃっていただければなるべくよく焼けた、まあ、全部よく焼けた順番からお出しするしています。してます。さて、これで、5点の山が4つ、20点ご紹介して、あとはですね、黒、雨ですね。はい、雨はね、こう割と白のいいとこも踏まえ、外のデザインもちゃんとはっきりと見えて、こちらも人気があるタイプですね。僕がかっこいいのが好きなんでこっち多く注目してますけど、まあ、白とこの雨が割とよく出るかなっていう気がします。あと何も考えなかったら白と雨僕注文発注してればいいのかなっていう気がしますけど、個人的に、好きなやつを置いときたいので、こうやって、シングルが多めになったりしますね。こんな感じです。まあ、よく焼けてます。これも引き続きですね、こちらの方もこの網色の方も非常によく焼けてますので、これもいいとこで焼いていただいているので、窯の中もですね、いい場所があるの、いい場所よくない場所でありますから、いい場所、日当たりのいい場所、火の当たるいい場所、温度の安定するいい場所で
焼いていただくと抜群にいい焼けになってますと。はい、はい、でもまあデザイン安定してるので特別こうお話しすることもなく淡々とご紹介する形になってますけどですね。はい、はい、はい、これはなるべくレギュラーで仕入れさせていただこうと思うのでレギュラー発注かけています。どうなるかは分かりません。それはね、やっぱり焼けてみてからのお楽しみというやつですね。はい、これ全部この飴の方が14点ですね。あります。ね、はい、はい、ちょっと4寸の4寸のそれが見えたのでちょっと入れ替えますけど、このデザインが全部5寸の納豆鉢です。で、こっち2つ、6点ですね。6寸丼がございます。で、4寸の深鉢ですね。そして、あともうちょっと並べられますね。何になりましょうか。そうですね。まあ、私がいいのだったら仕入れてくるタイプで、五寸鉢、五寸の丸鉢の白ですね。これですね。これもすぐ出るやつです。しかも今回夜景も非常にいいので、このタイプ、この手が、お好きな方はぜひとも、早めにご用意ください。他にそうですね。並びそうです。はい。爪楊枝立て、ですね。楊枝立て。すみません、これピント合いませんね。四字立てありますね。これが4点あります、はい、すみませんかね、はいはいはい、用事立てが4点ありますよと。まあこちらですね。まあ例のごとくちっちゃけりゃ使う土が少ないから安いだろうっていうこともないのが、まあこれ瀬戸物というか焼き物の世界なので、まあ、まあ普通ですね。まあお土産品としてはいいのかなと思います。でやはりこれはね、これ見るとやはりこのお話ですね。このこう急須とかの先っぽのこの残り切った残りって形ですね。先のは一輪だしですけどね。はい、もうちょっと動けますか。サンスンデスキのフリーカップご紹介できますか。はい、次の 2段目も結構な量あるのでできる限りこっちでご紹介しましょう。はい、こちらが3寸の手つき、3寸、高さが3寸ですね。
3寸、高さが3寸、まあ約9センチですのフリーカップです。手がついてるフリーカップですね。まあ可愛いと思います。あんまり大きくなくてなかなか可愛い感じじゃないでしょうか。はい、白と青です。はい、白と青ですですね。まあ綺麗だと思います。こちらもちょっと内側見込みの方、中の方ちょっとこの黒い点がありますけど、まあ、傷とかではなく、なんでしょうねこれ、ちょっとなんか石かなんか少し出たのかなって気はします。霧とかっていう形ではないですね。はい、他に何かありますか。マグカップの、はい、マグカップの、ま、マグカップのこの丸い丸系のマグカップでね、この赤青ドットですね。これ赤青ドットと小袋がマスマの方では一致してます。はい、トビカンナですね。いいですね。手の付き方も、うん、バッチリしたと思います。はい、どうしましょうか。このあともう一つカップ紹介しようかな。あともう一つ、じゃあまずカップ紹介して一段目終わりにしましょうか。どうしましょうか。あともう一個いけるかな。はい、はい、白のジトビの白ですね。はい、ジトビの白も分かりますかね。はい、ジトビの白ですね。トビカンナ打った後に白の薬かけてますね。このジトビの、ジトビ系はやはり、まあ、やはりというとあれなんでしょうけど、女性に柔らかい感じする女性に人気があります。はい。あ、いっぱいあったのでこの辺にしておきましょうかね。一段目この辺にしときます。はい。以上で、一段目、とりあえずおしまいにします。ありがとうございました。またこれ片付けて第2弾に行きますので、よろしくお願いします。